こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。それでは引き続き、第91回、メタルギアソリッド3、スネークイーター、後編をご覧ください。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは最後のテーマはこちら。テーマ3、死者は、決して沈黙してはいない。後編では、物語の核心に迫るネタバレが含まれています。未プレイの方はご注意ください。本作の物語は、従来のシリーズ作品と同様に、フィクションをベースとしつつ、実際に起きた歴史上の出来事を加味しています。それは小島監督が、メタルギアシリーズで掲げてきた主題の一つが、現実的なものであることを意味しているのかもしれません。第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。ベルリン陥落、ヒトラーの自決、そして日本のポツダム宣言受諾を受け、1945年に第二次世界大戦は終結を迎えました。同年2月のヤルタ会談で、戦勝国でドイツを分割統治することが決定しましたが、東ヨーロッパに社会主義勢力が拡大する状況にアメリカは警戒感を募らせ、1949年にドイツが東西に分割。その間に築かれたベルリンの壁は、冷戦時代のシンボルの一つとなりました。こうして冷戦は、第二次世界大戦終結直後から始まることになります。冷戦は、米ソ両陣営による、国の統治手法をめぐる、資本主義と社会主義のイデオロギー闘争であり、世界の覇権争いでした。1950年の朝鮮戦争も、冷戦の文脈の中で勃発した戦争でした。本作説明書の年表によると、同年にスネークは、ザボスに弟子入りしたとされています。かつて世界は一つだった。だが大戦の終結とともに、賢者たちの反目が始まり、世界は分散した。コブラ部隊もバラバラになった。共に訓練し、共に戦った仲間だ。政府の体制、時代の流れで敵味方がまるで風向きのように変わる。冷戦？思い出せ。私がコブラ部隊を率いていた頃、ベースは同盟国だった。そして、冷戦時代の到来は、同シリーズのテーマの一つである、核兵器の時代の始まりでもありました。はじめは、宇宙開発に従事していたソコロフ。しかし、宇宙ロケット技術は、軍事ミサイル技術に、そのまま転用しうるものでした。冷戦時代における核実験は、アメリカでは1000回以上、ソ連では700回以上に上りました。ゲーム最終版のセリフにもあるように、ザボスとスネークは、それぞれ核実験によって被爆し、こうなすことができない体になったとされています。1951年11月1日、私はネバダの砂漠にいた。原爆実験へ参加するために。そして私の血は白く凍った。スネーク、お前も被爆したな。ビキニ干渉で。それがお前に惹かれた理由でもある。お前と私は同じだ。お互い、人の作り出したカルマに蝕まれつつある。カルマ、すなわち人間の業、人類の行いの中における、苛烈な米ソの軍事競争が、二人の運命を変えてしまいました。そしてメタルギアは、核兵器の射程を飛躍的に伸ばす、いわば核兵器の力を増幅する装置として、同シリーズに登場することになります。それは、世界のパワーバランスを一変し、冷戦という微妙な均衡を揺るがすだけの力を有し、その新たなる力の一端は、ソ連の科学者、ソコロフによって作り出されようとしています。ちなみに、ソコロフのモデルは、セルゲイ・コロリョフという、かつてソ連に実在した人物とされています。彼は、ガガーリンを乗せた、世界初の有人宇宙飛行を成し遂げ、スプートニク計画でも知られるロケット設計者であると同時に、それ以前は、アメリカ本土に届く、中距離弾道ミサイルを開発した人物でもありました。本作のフィクションでは、ソ連の有人宇宙飛行に先駆けて、その1年前に、宇宙船遮断技術がまだ不十分な中、すでに被爆者であるボスを実験体として、秘密裏に、アメリカは有人飛行実験を敢行しました。当然のことながら、非人道的な極秘任務であるため、ボスはそのことをスネークに一切告げることなく、彼の元を去りました。バーチャスミッション冒頭の無線で、スネークがボスに対し、彼女が自分を捨てたと口にしているのはそのためです。
ボスはこうした点でも、自分を犠牲にして、人知れず痛みを背負い込んでいました。冷戦の真っただ中で起こったキューバ危機。この危機は、戦術したように、核兵器の射程をめぐる事件でした。1962年10月、ソ連は、アメリカの南に位置するキューバに、核ミサイル基地を建設しようとしていました。もし、キューバに核兵器が配備されてしまえば、アメリカ全土が、ソ連の核の射程圏内に入ることになり、それがキューバ危機の核心的な問題でした。実際の史実では、本作で描かれているように、ケネディとフルシチョフによる話し合いのもと、アメリカが、トルコに配備していたミサイルを撤去することを交換条件として、ソ連もキューバからのミサイル撤去に同意し、危機はかろうじて回避されました。しかし、本作のフィクションでは、この時ソ連は、アメリカに亡命していたソコロフの返還を求め、アメリカはそれに応じていました。ソコロフが開発していた新型兵器は、ソ連から、アメリカ本土まで届く核発射を可能にするものだったからです。つまりソコロフは、まさに冷戦の行方を左右するキーパーソンであり、キューバ危機の再来を招きかねない人物でした。ところがソコロフの身柄は、ザボスの亡命によって、ソ連現政権の転覆を画策し、世界支配の野心を抱く、反フルシチョフ派のボルギンに奪われてしまいました。もともとザボスの亡命は、ボルギンから賢者の遺産を奪うための、偽装亡命でしたが、彼がソ連領土に核を発射し、それをザボスの行いと交錯したことで、状況は一変することに。賢者の遺産は、米中ソの秘密組織、賢者たちが蓄えた莫大な秘密資金で、本作はそれをめぐって、各国のスパイたちが、水面下で争奪戦を繰り広げているという物語でした。フルシチョフが、アメリカ大統領のジョンソンに提示した、全面核戦争回避の条件は、ソコロフ奪還と、新兵器破壊、そして、ボルギンとザボスの抹殺でした。本作で、小島監督と共に脚本を手掛けた方のお話によると、ザボスは、企画の段階からすでに存在していたそうです。従来のメタルギアシリーズは、父と子の物語でしたが、本作で初めて母性が表現されることになったとのことです。今回改めてプレイをして感じたのは、スネークとボスの関係性の描き方が、非常に巧みだということでした。例えば、バーチャスミッションの無線で、久しぶりにボスと話すスネークのセリフ。声を聞かせてくれる？5年と72日18時間ぶりだ。時間単位で把握しているのかと、思わずツッコミを入れたくなるセリフですが、裏を返せば、それくらい、ザボスという存在に対する、スネークの思いや未練を感じさせる言葉で、プレイヤーの印象にも強く残りうるセリフでした。またボスも同様に、スネークの声を聞いただけで、彼が痩せたことを言い当てるという、ある種の離れ技をやってのけています。本作のサブタイトル、スネークイーター。エヴァのセリフで、世界最古のスパイは、イブに禁断の果実を食べるようにたぶらかした、蛇であるという話を聞くことができます。つまり、スネークイーター作戦という作戦名は、スパイがスパイを殺す任務であることのメタファーであり、その過程でジャングルを進み、蛇を食べながらサバイブするという意味合いも含む、ダブルミーニングとして用いられています。その後も、スネークとボスの関係性は、様々な形で描かれていきます。例えば、吊り橋の格闘の最中に、スネークが手にしたボスのバンダナ。スネークのトレードマークの一つといえば、バンダナに他なりませんが、その源流はボスにありました。小島監督のお話によると、当初このシーンは、スネークがボスに向かって手を伸ばす場面で、ボスが自分のバンダナをスネークに向かって投げ、そのバンダナが蛇のように、スネークのそばに落ちるという演出を想定していたそうです。つまりバンダナは、蛇のメタファー、すなわち、スパイ任務を象徴するアイテムでもあったわけです。そしてエヴァが、スネークとボスの間に立つようにして、三角関係の構図の中で、さらにそれぞれの関係が描かれていきます。恋人は？好きな人はいるの？他人の人生に興味を持ったことはない。くしくも、前々作のソリッドスネークとメリルの間でも、これと全く同じ会話が交わされていました。好きな人は？他人の人生に興味を持ったことはない。マンティスが言っていたように、あなたには何にもないのね。悲しい人。それがお前に惹かれた理由でもある。お前と私は同じだ。二人を引き寄せた要因の一つは、互いの中にある喪失感でした。それは誰とでも共有できるものではなく、少なくとも本作においては、二人にしか分かり合えない種類の喪失でした。
自然において死ぬことは許されない。私たちに明日はない。だが、未来を夢見ることはできる。自然において死ぬことが許されない、被爆という過酷な運命の中で、それでも二人が夢見た未来。しかし、ボスが話しているように、政治の体制や、時代の風向きは、無情にも、二人を引き裂くことを選択しました。かつて、世界は一つだったと、ボスは話していました。小島監督のお話によると、ボスは被爆者として、宇宙飛行の実験体になった時、宇宙から地球の様子を見て、世界を分けるものなど、本当は何もないという境地に達したのだそうです。かつて、ボスをリーダーとするコブラ部隊は、共に戦う仲間でした。しかし、冷戦が彼らを敵味方に分けてしまいました。ボスはアメリカ人で、ソローはソ連の人間でした。そして2年前、かつての戦友、ザ・ソローと対峙した。彼は仲間だった。だがどちらかが死ななければならなかった。バーチャスミッションに失敗したスネークは、処刑されるかもしれませんでした。彼は最後のチャンスを与えられ、愛国心を示すべく、この作戦に臨んでいます。選択の余地はありませんでした。ザ・ソローは私のために命を絶った。お互い恨みなど何もない。どちらかが死んでどちらかが生き残る。それが任務だった。スネークイーター作戦の冒頭で、あなたは軍人になりきれていないと、スネークはボスに指摘されていました。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら、任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない。ただ任務でしかない。どんな命令にも従う。それが軍人よ。政治的なものは意識しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。いずれ悩む時が来る。その職業軍人としての葛藤の一端を、ボスはこんな風に語っていました。現実の世界は私を裏切り続けた。CIA のキューバ侵攻作戦。だが、アメリカ政府は裏切った。腰抜けの大統領は航空支援を取り消し、部隊は孤立無援のままキューバ軍に壊滅させられた。私はそれを黙って見ているしかなかった。私ははめられたのだ。あれだけ尽くした国に、命まで捧げた政府に。しかし、それでもボスは、自分を裏切った祖国のために、自らの命を捧げようとしています。小島監督曰く、ボスのスーツや相場、最後の舞台の花の色が白なのは、彼女が潔白であることを暗示しているそうです。そのことをボスは、自分に忠を尽くしたと表現しました。なぜ彼女は、そこまでして、国のために尽くそうとしているのか。ボスとソローは、最後にこんな言葉を交わしていました。ボス、俺を撃ってくれ。できない。撃て。任務を遂行するんだろう。なら、撃たねばならない。戦士の魂は、常に君と共にある。悲しむことはない。ソローは、ボスに任務を果たせと告げ、自ら望んで犠牲になりました。そして、最後にソローは、たとえ銃を向ける相手が誰であれ、誇りを持って任務を遂行することが、戦士としての魂であると口にしています。ソローとの戦いの後に手に入る迷彩服の名も、スピリット、魂を意味するものでした。ボスの言葉を借りるなら、それは、人から教わることのできない、精神という言葉に置き換えることもできるかもしれません。ボスが最後の戦いの直前に、スネークに投げかける言葉。ジャック、人生最高の10分間にしよう。この本作の名台詞の一つで、ボスの声色は、これまでとは打って変わって、スネークに対する愛情と母性を感じさせる、優しいものになっています。ボス！しかし、それをすぐには受け入れられないスネークに対し、今度はこれまでと同様、上官が部下に言い聞かせるように、厳しい口調で、次のようにボスは告げました。お前は戦士だ。任務を遂行しろ。お互いの忠を尽くせ。これだけの演技で、それぞれの感情や関係性を表現している、まさにプロであることを感じさせる見事な場面でした。ボスとソローが口にしている言葉は、ほとんど同じ意味を有しているのかもしれません。ザ・ソローがスネークに投げかけたセリフ。この世は悲しい。戦いは死を生み、死は悲しみを生む。届くまい、生きている者には、聞こえまい、彼らの声が。だが、お前は知らなくてはならない。
死者は決して沈黙してはいないということを。死者は決して沈黙してはいない。時として、残された者は、死者の言葉と共に生きている。ボスは、あの時ソローが口にした言葉を、ずっとその胸に抱えながら、ここまで歩んできたのかもしれません。そしてボスは、スネークに対し、戦士としての任務を全うしろと、おそらくは心を鬼にして伝えました。衆を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。兵士としての精神？それは教えられない。だから、かつて私がそうしたように、私を殺して、戦士としての魂、戦士としての精神を、自分で学べと彼女は言っているのだと思います。私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命を、お前が奪え、自分の手で。どちらかが死に、どちらかが生きる。勝ち負けではない。生き残った者が後を継ぐ。私たちはそういう宿命。それが戦士として生きる者の宿命。戦いの後、ボスはこれを話すなと言って、パトリオットをスネークに託しました。彼女は市場を捨て、自己犠牲を払いながら、戦士としての魂を守り抜き、愛国者として死ぬことで、ソローの最後の言葉に対し、自らの忠を尽くしました。この傷を見るがいい。私が母親となった証拠だ。体も、子供も、国に捧げた。もう私の中には何もない。何も残ってない。恨みも後悔さえも。ただ、夜になると痛みだけがじわじわと這いずり回る。体の中を、蛇のよう。人生のあらゆるものを国に捧げ、愛するものを失い、かつての仲間たちも、彼女と運命を共にしました。ボス、コブラ部隊もこれで終わり。あなただけは、生き延びてください。そして、戦士としての魂や誇りを守り抜いた結果、彼女に残されたものは、夜になると蛇のように体を這いずり回る、静かな痛みだけでした。ジャック。いえ、あなたはスネーク。素晴らしい人。殺して、私を。この場面、ボスははじめジャックと愛称で呼んだ後、あなたはスネークだと言い直しています。蛇は世界最古のスパイ。スネークは任務のコードネーム。あなたは、私の愛すべきジャックである前に、任務を果たすべき蛇であると、彼女は告げたかったのかもしれません。引き金を引くと、周囲の白い花が真っ赤に染まりました。リアリズムでは絶対にありえないことですが、リアリズムやファンタジーといった概念を超越した、素晴らしい演出だと私は思います。スネークは無表情のまま、ほとんど感情を表すことなく、その場に立ち尽くしています。しかし、ボスの白馬が彼女の元に駆け寄り、空に向かって寂しそうにいななくことで、スネークの心の内を代弁していました。夜になると、静かに痛み出す彼女の胸の傷跡は、真っ白な蛇となって、彼女の体から去っていきました。それは、彼女がスパイとしての任務を全うし、ソローの言葉を守り抜いたことと引き換えに、あらゆるものを失った悲しみと痛みと喪失感から、ようやく解放された瞬間でした。そして、生涯癒えることのない傷と、何をもっても埋め合わせることのできない喪失を胸に、スネークは新たな英雄としてのラベルを貼られ、終わりなき戦いの船出に漕ぎ出そうとしています。本作のスネークは、人間味あふれる、魅力的な人物として描かれていました。だからこそボスは、あなたは戦士になりきれていない、あなたは戦う理由を求める、あなたは素晴らしい人だと、スネークに告げていました。ボスの言葉は、まさにスネークの未来を暗示するものでした。母親は息子のことを、誰よりも理解していました。本日の考察は以上になります。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回のゲームやわは、2月1日更新、取り上げるゲームは、ただいま検討中です。決まり次第、Twitter や、YouTube コミュニティでお知らせいたします。ゲームやわは、皆さんからいただいたリクエストの傾向をもとに、取り上げるゲームを決めています。引き続き、たくさんのリクエストお待ちしております。
それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。